シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。今日からゲームはモンストニュースまとめていくってやつだぜ。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュースまとめやっていくぜ。はい、ということで今回コラボ発表ありました。はい、皆さんも予想していたコラボアルファだったわ。はい、SAO コラボ決定ということで、まあ、今回 SAO のキャラクターがアルファとして登場。まあ、去年のクリスマスアルファがリゼロアルファだったけども、今回は SAO アルファ。いやー、お品書きの時点では夏アルファなんかなと思ったけど、あの PV の歴代のほら孫悟空アルファとか流れてるやつ見たら、なんかリゼロアルファの時もクリスマス歴代なんかパンパンって流していったよな。だからあ、これはコラボかと思ったらまさかの SAO。 ちょっと予想できんかったな SAO は。はい、という感じで8月後半は SAO との、まあ、夏アルファコラボということでやってくるよ。はい、まあ、個人的に SAO 好きだから、まあ、嬉しいわ。はい、というわけで、8月13日日曜日12時からコラボ開催。まあ、日曜日ね、土曜日ではなくて。はい、というわけで性能見ていこう。アスナアルファ、いいね、イラスト。はい、というわけで見ていくと、貫通&ゲージ、アジンスピード型クリティカル、アビリティ超アンチダメージウォール、アンチ転送壁、ファーストキラー、ユイの応援、ゲージで超アンチ減速壁、SS ターンチャージ M、ストライクショットがターン16プラス8、スピードとパワーがアップ&停止後に最初に触れた敵にランベントライトで攻撃、友情コンボ、超絶破裂斬撃弾と攻防アップとなってるぜ。はい、というわけで見ていくと、3ギミック対応していて、ダメージボール減速壁で爆裂ラルガメンテに行けますよと。で、まあ、転送壁とダメージウォール持ってるけど、ディクエックス、豪絶ディクエックスはちょっと難しいかなっていうところ。で、この子、超スピード型。で、プラスで超アンチ減速壁があって、すごい動いていけますよ。で、殴り火力はどうなんかなというと、超アンチダメージウォールとファーストキラー。攻防アップがついている。スピードを生かして殴っていけますよっていうところ。で、ファーストキラーは友情コンボにも乗ってきますよ。で、SS ターンチャージ M で SS を早く打たせてあげることができる。この M はでかいよな。はい。で、SS よ。で、この SS が本人が、まあ、ズバーって切っていってるけども、これがワンパンタイプなのか、割合タイプなのかっていうのがちょっとわからんっていう状況だよな。うん、両方の要素もあるかもしれんし、まあどうなのか。で、最後のやつ見てみると、右上にバーって行ってんだけど、その時のブーツめちゃ硬いのに、半分削ってんのよ。だから割合要素はあるんかなっていうところだよな。まあ、半分ガーって削っていて、しかも、その SS 打つ時に体力すげえ低いじゃねえか。もしかするとゾロタイプの、SS の可能性があるよな。体力が低いほど大幅に削りますよっていう。あ、だから、ミニ直殴り追撃プラス割合ぶちかますよっていう可能性があるのかなというところ。はい。ということで、まあ、現状では、まあね、そういう削りの SS と、サポートもでき、スピードを生かした機動力のある殴りとかっていうところで、幅広い、バランスの取れた性能かなというふうに思うぜ。はい、というわけでお次はシノンアルファ見ていこう。いや、ほんとイラストいいな、マジで。反射&ゲージ妖精砲撃型ガイド、アビリティ超アンチダメージウォール、超マインスイーパー、アンチ転送壁、ゲージでアンチブロック、バイタルキラー M、壁 SS 短短縮、ストライクショットがターン17プラス4、スピードとパワーがアップ&停止後に最初に触れた敵にトリスタン棒で攻撃、友情コンボ、超強貫通弱点ロックオン衝撃波5、マーキングミサイルとなっているぜ。はい、ということで、やっぱり魅力というのが、この4ギミック対応、ダメージボールに地雷、はい、転送壁、ブロックに対応していると、まあ、この時点で持っとけば、結構幅広く対応できるよね、というところ。で、今で言うと、爆裂タモアンちゃんと、豪絶カルニベに行ける性能となっているぜ。で、この4ギミック対応なんだけども、アキくんいるじゃねえか、チェーンソーマンコラボの。あの子にプラスブロックつけた状態だから、
なんかすげえな、ほぼほら反射とかそういう部分もね似てるし、まあ一個増えているよというところと、それなのに2つに超浴びついている、しかも火力上げれますよというところで、今回まあ砲撃型で友情コンボも魅力的なんだけども、さっきも言った通りにそういう場合はまあアビリティで結構火力、殴り火力を上げるものがついてくると。だから今言ったように超アンチダメージボール、超マインスイーパー、バイタルキラーM と2倍を出していける。だが敵の体力が半分未満になったり地雷がなくなったりすると本当にダメージ出せないから、まあ、そこは注意だよな。で友情コンボもこれね、バイタルキラー M 自分で誘発した場合は乗ってきますよと。でこれ本人マーキングミサイル持ってるから、艦隊とか複数組んでも誘発して友情コンボの威力をバーってぶちかましていけますよという魅力もある。はい、というわけで最後にこの SS 使ってみたを見ると結構削っている。で最初まあ見た時は割合かなと思ったんだけども、まあ、敵の判定をまあ幅広くバーって拾ってダメージを出している。まあこれは普通の大削りの、やつなんかなと。非直殴りの大削り SS、 まあでも結構削ってくれている。はい、それが壁 SS 短縮で打てるということで、まあこれも、いいのかなというふうに思うぜ。はいはい、ということで幅広いギミック対応力に火力出せる友情コンボで、まだ SS は確定ではないけども、まあそれを入れていくと結構面白いのかなというふうに思うぜ。OK。はい、お次は、アリスアルファ。はい、イラストいいね。背景もすごい。SS の演出も結構良くて、花火上がるんだけど、あれすげえな、本当に。はい、というわけで見ていこう。貫通&ゲージ、アジン、バランス型クリティカル。アビリティ、超アンチワープ、超マインスイーパー、M。アンチ伝送壁、アップポジションキラー。ゲージで源流封じ、生成封じ。ストライクショットがターン19プラス4。スピードとパワーがアップ&停止後に全ての敵に攻撃。友情コンボ、反射衝撃波18。超絶次元斬となっているぜ。はい、というわけで見ていくと、3ギミック対応していて、そのうち1つがアンチ伝送壁。はい、これで天魔7いける性能となってるぜ。まあ、あそこいける性能ってなってもね、今は嬉しいものではないんだけども、いけます。で、プラスで、殴り火力、超バラにクリティカル、超アンチワープ、超マインシーパー、M、で、アップポジションキラー。で、さらに、種族キラーがついている、源流封じと生成封じ。これ結構出していけるよな。天魔7で言うと、あ、しっかりキラー刺さってくるんか、ハマるやつにも。で、超バラと、スワビのアップポジションキラーは、友情コンボにも乗ってきますよ。まあ、無属性の方には超バラは乗らないけども。はい、という感じになっていて。はい、で、SS。これがおそらく全体に割合をぶちかましている。まあ、そうだとしたら結構強力だよな、割合は。はい、という感じになっていて、まあ、なかなかいい感じの性能なのかなというところ。で、ワープ転送壁、みつりさんがね、増えて今回も来てるから、ちょっと怪しいのかなというところ。というか、結構似てんな。向こうも、あれだよな、全体割合だったよな。なんなのこれ。こっちは、地雷対応している、向こうは原則壁にも対応しているという感じ。ハマったら、蝶バラとか、もろもろのキラーも活かして結構優秀かなと。まあ、全体割合もやばいよな。はい、という感じになってるぜ。OK。はい、というわけで、今回のこのガチャ、引くべきかというとこなんだけども、みんなしっかりと魅力的な性能を持っている。まあ、だが、今どっかにね、すごいバーってハマってたり、もうすぐ絶対引いた方がいいよというヤバすぎる性能を持っているわけではない。まあ、そんな持ってるのは珍しい部類なんだけども、しかも、SS の詳細結構難しそうで、それがはっきりと分かってから考えた方がいいよな。だから、まあ、それも合わせて一番賢い判断は、最後の、まあ、8月31日かな、そこのモンストニュースを待って、9月前半のイベントの詳細を、知ってから考えてほしいぜ。今回9月2日までだから。はい。で、まあ、個人的に、まあ、誰がいいのかなっていうところ言うんだけど、正直よ、その SS の詳細が確定してなくてまだわからんっていう状況で、誰ってのは言えねえんだよな。うん、まあでも、そうだな、でもほんとみんな僅差だな、シノンアルファの4ギミック対応と、
友情コモも面白そうだし、 SS もまあ結構削ってるもんな。でアスナアルファがゾロタイプの SS だったらどうなんかっていうとこもあるし、まあでも全体割合持っておきてえな。全体割合持っておきたい。アリスは確保しておきたいっていう点でアリスなんかな、現状で言うと。まあ元々のアリス俺好きだし、まあというところかな、現状で言うとね。はい、まあファンの方はそれは絶対に引いた方がいいし、高難度で常に対応していきたい人は引いた方がいいよなと。はい、まあという感じで OK。で、すごい注意点なんだけども、今回このアルファガチャピックアップありません。はい、だからかなり狙うんであれば恐ろしい戦いになってくる。まあちょっとね、このピックアップがないガチャってほんと危険で、俺煉獄さん一つのアカウント出すために、合計で10万かかってるから、まあ下手するととんでもないことになるということで、これは怖いよ本当に。で、1段と2段のガチャも復刻します。はい。で、もう一個注意点言うと、このまあアルファちょっとほんとややこしいんだけど、アルファのガチャではこの今までの1段2段のキャラは出ません。アルファのガチャはもう別物と思って、で、こっちの1段と2段は、それぞれお互いに出るから、出やすい出やすくないの違いだけで、この2つのガチャは両方とも1段引いても2段のキャラ出るし、2段の方のこのアリスの方を引いてもキリトとかも出ますよっていうことで、でもこっちではアルファのやつは出ませんよと。はい、というところを押さえておいてほしい。いや、ほんと最近始めた方にとってはこれマジややこしいよな。もう全部出るようにすればよくね、普通に。なんかね、三段的なイメージで、鬼滅の三段的なイメージで出せばいいんだけどな、マジな。はい、という感じになってるぜ。はい、というわけで降臨見ていくと、はい、この三人組がやってきます。はい、こんな感じ、いいね。で、アドミニストレーター逆に服着るっていう。はい、勇気も来ます。はい、で、こんな感じのコラボクエストを3種類やってくると。はい、ということで過去のクエストも追憶の書庫に復刻。アドミニストレーターはこれ普通の究極、超究極ではない。一瞬あれと思ったかもしれんけども、はい、そこを注意。はい、お次は守護獣。はい、やってくる守護獣で、このコラボの守護獣は基本的にかけらのハイス率2倍でビスケットも使えるから、まあ比較的集めやすいとなっている。はい、で、ユイがやってくるよ。で、性能も、なかなか面白い。味方の HP を 80% まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを 50% の確率で1ターン遅延。で、発動条件が1ターンで50ヒット以上を出す4回。はい、発動条件はすげえ満たしやすい。チョッパーのような HP を 80% まで回復するやつを持っており、まあ、チョッパーはその分、状態以上回復するんだけども、その、ね、後に、パックのような確率の遅延を持っている。パックの場合は、まあ、ダメージをバーンってぶちかましてくれるけども、回復できて遅延。それが両方できるんであれば、まあ非常に優秀なんだけども、この、遅延の方が 50% で遅延なんだよな。50% は外す。これはもう外す。だから、回復メインで考えて、運良ければ遅延できるよっていう風に捉えた方がいいのかなという風に思う。まあ発動条件が緩いってことも、踏まえて。で、まあマジ、まあいろんなゲームやってきたけど、ウマ娘とかポケモンとか、もう 50% 外すし、もう絶対に遅延しないと負けるって時は、これ多分 10% ぐらいと思った方がいい。それぐらいの確率に下がると思った方がいいから。まあ、状況次第、パックとか、チョッパーとかの、使っていて、まあ、この子必要ですよ、時にレベル上げるのがいいのかな、というふうに思うぜ。はい、お次は、ザ・シードミッション開催ということで、今回、ミッションがしっかりとある。で、3種類の、世界がありまして、そこを、まあ、選んで、ミッションクリアしていこうというもの。はい、でログイン、どれかの世界にログインするとミッションが一つ解放される。でミッションクリアで、まあ、報酬手に入りますよ。はい、じゃあまあ他のどこも行ってみようかなっていう場合、8時間経過しないと別の世界にログインできませんということで、まあ8時間の拘束がある。でこれ8時間経ったら次のとこ行かないとミッションがねどんどん解放されていかないから、まあそういうね、ものがありますよ、気をつけてくださいと。はい、こういう風なミッションたちがあります。 OK。 だからほら見て、ほらこの
真ん中のね、下の発動条件、開放条件、ログインを5回とかあるから、まあ、ログインね、しなきゃいけませんよ、ということ。はい、ミッションの報酬はこんな感じになっている。いいね、グッジョブ。グッジョブよくねえか？はい。で、こんな感じで、経験値、ま、EXP を獲得して、レベルを上げようというものになっていて、イベントクエストや、追憶の書庫などをクリアすると100。で、コラボクエストをクリアすると100。コラボキャラを編成してクリアすると100。だから、ま、これは、同時にできるよな。で、さらに、ログイン中の世界に応じたコラボクエストをクリアすると2倍になるから、まあ、300やった場合かけるんで600もいけますよ、というふうになっている。はい。で、勲章は、そのレベルに応じて最大99まで表示が変化するんだって、報酬がもらえるのは60まで、はい、となっていて、まあ、60やればいいですよ。はい、さらにレベルを上げると、その待機時間が短縮どんどんされていって、最大7時間短縮してくれると。で、さらに右側、これがレベル60まで上げると、獲得経験値20倍になる。はい、まあ、過去にそれよりも高い、倍率の、イベント、コラボのやつもあったけども、これはおそらく常時いけるんだよな。常時上げ続けることができるから、そういう点では結構いいんじゃないかなというふうに思うぜ。20倍と。はい。で、こんな感じの、ストライカーカード。はい、ログインで、ゆい、もらえる OK。キャンペーン OK。はい、というわけで、コラボここまで。重心化界大国主。はい、23をさらに生きる性能になっていて、これってよ、もう、神王封じ M も刺さってくるし、天魔3いけるんじゃねえのか。ダメージウォールないけど、なんかヒーリングボムスローで回復とかもあったりして、これ、いけたりしん。で、コネクトスキルの発動条件が、なんか超甘いということで、ちょっと天魔3、気になるかなというところ。はい。なんかアーカイブス OK。OK。アクリルスタンド、今回、俺、ちょっとこれ、アクリルスタンド、三島春子ね、春子なんだけども、しっかりと選ばれております。なんだけども、俺、前回の選べる缶バッジの動画出してねえんだよな。あれ、結構、春子、順位やばいことになってて、もう、いい時に出そうと思ってタイミングかかってたら、もう、いろいろあって、もう、今になっちまって、しかも、これ、新しいのもう出ようとしてるだろう。いやー、ちょっと皆さんすいません。ちょっと出すよ。あれ出すんだけど、で、出して、今回とか出してなかったら、宣伝画像、ハルコ、落とされました！お前上さん厳しくない？すいません、動画作ってんのよ、もう出せるから。すいません、本当に。今回ちょっと選べる缶バッジ出してなくて、とかまあ、むしろ、ずーっとハルコが宣伝画像に載ってたのおかしいんだけど、すいません、お姉さん、出すんで、よろしくお願いします。マジすいませんでした、本当に。というわけで皆さん、いつも本当に春子に入れてくれてありがとう。購入してくれてありがとう。まあ、今回ね、俺、ちょっと複数買おうかなと思ってる、春子。はい。というわけで、皆さん、本当にありがとう。はい。というわけで、拠点48がやってくるよ。アゲンガチャ発表、明日もやってくるよ。はい、お忘れなく。で、運営さんが言うには、チャレンジが確か一番多いんだっけ？最後がね、重要。まあ、道中でいいの出るかもしれんけども、なんか無駄に道中いっぱい増やしても、結局なんか爆死の連続、変なモンスター出るの連続だから、まあ、チャレンジで夢見た方が面白いんじゃねえかなっていうところはあるよな。はい、という感じになっているぜ。まあ、20日まで。うん、はい。で、こういう風に1個埋まりました。次のモンストニュースは8月17日木曜日16時から OK! ラッキーもこんな感じ。次の動画でお会いしましょう。あばよ！